ここが地下道か。地下にこんな大きいトンネルがあったとは。ジメッとしてるし、壁がうにょうにょってしてて、いかにも地下っぽ。あ、うにょうにょ、あれ、ここちょっとだけデジタルシフトしてない？以前よりデジタルウェーブの影響が濃くなっているな。おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。気を引き締めてくれ。オッケー、ゆうこっちを助ける前にヘロヘロになっちゃ元も子もないもんね。いくよ、六本木目指してレッツワーキング。うわ、もしかして六本木まで徒歩？おや、今気がついたのか。六本木まで10キロ弱、時間にして2時間といったところだ。10キロ、2時間、どうしよう、体力的な意味で。とにかく頑張るしかないよね。えいえいおよし、いざ勝負。Yeah.
ら、かかっておいで。もえよ！突然だが、君たちはローラーのついてる靴でも履いているのか？それとも優子くんの元へ急ぐために息せき切って全力疾走でもしているのかな？え？いきなり何？京子さん、普通に進んでますけど。むしろペースダウンしてますけど。ではわずか数十分で君たちのデジバイス反応が赤坂にあるのはどういうことだろうな。いくら私たちがユーコッチ奪還のために死に物狂いで走ってもこんな早く赤坂は無理でしょう。迷いがとはたとえわずかでもここまで物理原則に影響を与えるのだな。どういうこと？デジタルシフトのせいで六本木までの距離が短くなっている。地下だから気づきにくいが、空間が歪み短縮されているようだ。これは思ったよりも早く六本木に到着できそうだな。本当？やったー！いまいち言ってることは分かんないけど、デジタルシフトもたまにはいいことするじゃん。それから今分かったことなのだが、君たちの後ろにもう一つデジバイスの反応がある。敵の死角かもしれない。注意。え？敵の死角？アンさんら、ユーコハを助けに行くんやろ？ユーコっていうか、ユーゴっていうか。てかあんたは、ユーゴがユーコッチだって知ってたわけ？もちろん知っとったわ。わざわざアバターまで変えて、ユーコッチは何をしていたの？何のためにあんなこと？あの姿は、ユーコハの兄さんの姿なんや。ユーコッチのお兄さん？そう、エデン症候群にかかって何年も前から寝たきりの兄さんユーゴハンや。そのアバターを使うてユーコハンはユーコハンの父親が作ったエデンを守っとった。ザクソンのハッカーユーゴとして。どうしてそんなこと？ユーコハンは家族の縁が薄いお人やから、家族との何かをつないでいたかったんちゃうやろうか。家族との何か？ユーコッチそうだったんだ。ユーコハンはワッチに手を差し伸べてくれた、ワッチに居場所をくれた大事な人や。お願いや、ワッチも一緒に連れてってくれへんやろうか。え？ユーコハンを助けたいんや、お願いしんす。あ、ちょ、本気なの？けど確かにユーコッチを助けたいって思いは一緒なんだよね。よし、一緒に行こう。一緒にユーコッチを助け出そう。ノキアハン、おおきに。ちょっとお礼とかやめてよ。調子狂っちゃうじゃん。いつも通りでいいって。いつも通りってブサイ。それは却下。ほらさっさ
信じた道を進むだけだ。よし、いざ勝負。どんどんつなげて。じゃんじゃん続け。信じた道を進むだけだ。よし、いざ勝負。行くぞ、気を抜くな。
行くぞ。気を抜くな。信じた道を進むだけだ。ここが神城の地下施設？本当にここにユーコッチが？わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。か、今すぐユーコッチから離れなさい。あんたの思い通りになんかさせないんだから。それはできない相談だ。これでようやく災いの元凶を、薄汚い人間どもを消し去ることができるのだから。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるってことはもう分かっちゃってんのよ。イグドラシルの意志だかなんだか知らないけど、人間を滅ぼすなんて冗談じゃないっての。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここにいる人間どもに負けず劣らず愚かだな。人間風情に肩入れし、崇高なる意志に背くとは。お前、まさか。ノキア、気をつけろ。この女、人間ではない。どういうこと？だって岸辺は…ついにこの時が来たのだ。誰にも邪魔などさせない。させるものか。まずい、奴はもう計画を始めるつもりだ。